ダダダダっていう本当に裏板が抜けるんじゃないかと。奥の断熱材が荒らされてます。ハクビシンいてるんですけど、害獣が入られたらもう最悪なんで。害獣とは主に人間の生活環境に害をもたらす哺乳類のこと。代表的な害獣としてはイタチ、ハクビシン、アライグマ、ネズミが挙げられる。ラクマチ編集部は害獣駆除が行われるという築40年の木造戸建てを取材。害獣の被害を受けているという家主に話を聞いた。はじめ隙間風がガタガタ襖揺らしてるのかなと思ってたんですよ。そのうち自分の寝床の角っていうか、そこへねポトンポトンってねうんちしてるようなあれで匂いも出てきたもんで、なんだろうかと思って屋根裏つついちゃったんですよ。そっからもうガチャガチャガチャ動き始めちゃって、ダダダダっていう本当に裏板が抜けるんじゃないかっていう、夜中の2時3時にまたガチャって動き回っちゃって、そして眠れなくて睡眠不足にもなりましたね。その後害獣駆除の業者に依頼したという。今回依頼を受けたのは害獣駆除を専門に行う金井さん。害獣被害について話を聞いた。一番は結構音とかが気になって眠れなくなったりとか、結構相談いただくので多いかなとは思うんですけど、やっぱり天井にシミができたりとか部屋の中が異臭を放つとか、相談いただいた時に対策はきちんとさせてもらっています。基本的には、一年中行動はしてるんですけど、寒い時期とかになってくると断熱材があったかいので暖を取ったりとか、天敵から身を守るために天井裏で生活をしたり、春先ぐらいに出産を迎えたりするのが多いので、だいたい本当12月ぐらいからは結構多いですね。でネズミとかだと、オールシーズン動いてるので、今でも結構依頼っていうのはありますね。不動産投資を学ぶならラクマチファーストロジック。事前調査によりこの家の害獣はハクビシンであることが判明。どうやら1匹ではなく2匹が屋根裏に住み着いているようだ。ハクビシン、全国に生息する野生動物で、全長は90センチから110センチほど、尾が長く鼻のあたりに白い線が入っているのが特徴だ。天井裏などに住みつき、糞尿などの被害をもたらす。庭にはこんなものが。ハクビシンの糞なんですけど、スキゲカビってのがこの白いカビなんですけど、ハクビシンの糞にはカビが生えやすい。今回行うのは害獣対策工事と呼ばれるもの。大きく5つの工程で行われる。害獣が入るとされる侵入口を確認。屋根裏や床下に薬剤を流し込み、害獣を家から外に出す、追い出し。侵入口を塞ぎ、害獣が戻ってこられない状態にする侵入口閉鎖工事。害獣の糞などの清掃、消臭、消毒。最後に問題がないか、数日間経過を見ながら完全に害獣がいなくなるまで点検を続ける。まずは侵入口の疑いがある箇所をチェックする。多分そことか思いっきりがっつり開いてるのと、このここですかね。そう、もともと通気口は建てた当初はきちんと柵ついてるんですけど、かなり見てる感じだともうかなり劣化して錆びて割れてしまってるような感じなので、がメインの侵入口かなとは思います。ここの下にも通気口とかはあるんですけど、ここは錆びてるけどまだ壊れてないです。そうですね、侵入経路は通気口だけではない。そこの下が全部上開いてしまってるんですよ。これが床下の空間とつながってしまってて、壁の中を上伝っていって天井裏に入っていったりとか、こういうところも塞いでいきながら作業していこうかなとは思います、明らかに侵入口だと思われる場所以外にも可能性がありそうな箇所は全てチェックを行う。どういった物件が害獣に狙われやすいのだろうか。
まあ、築年数結構経ってるお家とかだとどうしても隙間とかはできやすいので、まあ、そういうところも多いんですけど、地区が結構浅いところでもやっぱり被害っていうのは結構ありますね。木造以外でも割と案件っていうのは結構あるので、あまり木造にしか来ないとかそういうのではないと思います。ところで金井さんの服装、非常にカジュアルに見えるが、実はこれには理由があるという。この服装って外住屋さんってまさか思わないじゃないですか。だから絶対車とかには名前入れないですし、外住ってのはあんまり思われたくない方が結構多いんで、また夏服は夏服であるんですけど、外住駆除屋っていうのがわからないような服装になってます。屋内での作業に移る。まず向かったのは浴室。点検口から屋根裏を確認する。一応すぐそこにはちょっとハクビシンの糞があって、はい、で断熱材この辺は綺麗なんですけど、奥が結構荒らされてるんですよ。屋根裏の様子は、奥の断熱材が、荒らされてます。こちらが正常な断熱材。シートに覆われた断熱材が荒らされている箇所ではむき出しになっているのがわかる。そしてこちらがハクビシンの糞、果物の種が混じっている。これはハクビシンの糞の特徴だという。点検を行ったがハクビシンの姿が見当たらない。普段点検時にハクビシンに遭遇することがあるか聞いてみた。結構臆病な性格持ってるので、人間の気配とか感じてしまうとすぐ逃げてしまったり、端っこの方に隠れてしまったりするので、結構鉢合うことはまあ稀っちゃ稀ですね。次に向かったのは1階の洋室。これは何をされるんですか？だからちょっとこっちの方が全然点検ができないので、なんでこっちに点検口を取り付けて、こっからも追い出しを一緒にやっていこうかなって思ってます。点検口を作る上で気をつけていることがあるという。電動のこぎりの方がスムーズに作業できると思うんですけど、その電動ののこぎりだと間違って配線とかを切ってしまったりすると結構トラブルになってしまうので、床下の開口とか以外では使わないようにはしています。手ののこぎりだと線とかが当たると結構分かるので、安全に作業はできるので手でやってます。2階へ移動し、ハクビシンを追い出す準備を行う。ここかも。結構開けてて目視で確認できるんですけど、今まあハクビシンいてなさそうなんですけど、一応追い出しはします。壁と壁の隙間とかが空いてるので、まあ、こういうところで1階と2階を行き来するので、2階にはいられない状況を作ってあげる。なのでもし1階だけ追い出ししても、こうやって壁を使ってきて2階に避難されると意味がないので、2階の天井も1階の天井もで1階の床下も全て追い出しの作業をさせてもらって、で外にしか安全な場所を与えない。追い出しで使用するのはわさびのような刺激があるスプレー。ハクビシンだけじゃなくネズミもコウモリもいろんな動物に効くんですけど、スプレーとは別に燻煙剤も流し込む。どちらも殺傷能力があるものではないという。煙なので一気に吸い込んでしまうとむせてしまったり、喉の方がちょっとイガイガしたりとか、 100% ではないんですけど、まあ、極力人体には害の少ないものを使用しています。2階の屋根裏の流し込みが終了した。基本その2階からやっていってますね。やっぱ煙とかだと上に上に舞っていくので、すぐさま1階に移動。次は先ほど開けた洋室の点検口から燻煙剤を流し込む。
目とか鼻を刺激する薬品含まれているので、うん、嗅覚強いハクビシンとかだと結構効き目はあります、うん、スプレーだと届く範囲っていうのが結構狭いので、うん、煙はもう全体に行き渡る力あるので、うん、効果でいうと割とこの煙だけでもハクビシンとかだと結構逃げていきますね、うん、流し込みが終わったらすぐさま浴室の点検口へ。先ほどの煙がすでに広がっているが、隅に隠れていることもあるため念入りに流し込んでいく、最後に床下に流し込む。煙なんでお家の構造上やっぱり通気する穴とかもあるので1時間2時間ぐらいで煙は自体は薄まってしまうんで、持続性というよりかも速攻性のあるものなので。この日ハクビシンの姿は見られなかった。1日目は追い出しを行った後、屋根裏の状況などを見ながら工事を進めていくのだという。中で音聞いてる限りじゃちょっと特に反応もなかったんで、今の時点では中にはいてないのかなという判断をしたので、うん、メインの侵入口とかは残しておいて、でまた次来た時にまた追い出しから始めていって、で最後にそこの一箇所を塞ぐような流れでやっていきます。侵入口をステンレスの格子で塞ぐ。格子の固定にはビス止め、セメントやコーキングを使用する。外回りなんで結構目につくところなんで、はい、見栄えとかはもうやっぱり一番僕的には気にしてやってますね。割とハクビシンとかでもアライグマでも結構力が強いんで、できればビスで打つ方が一番やっぱ強度は高いんですけど、ここはもうビス使えないんでちょっと仕方がないですけど、コーキングが固まる前とかに戻ってきて開けられることはたまにあります。やっぱりここが住みかって自分のお家だと認識してしまっているので、やっぱりそういう既存本能がある限りは何回でも戻ってきてしまうので、うん、害獣の逃げ道を塞いでしまわないよう一部の穴を残しておく。この日は作業を終了した。2日後。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。その後どう？あ、すごい今日は暴れました。早朝に屋根裏で暴れていたという。わかりました。そしたらまたちょっと順番に全部展開していきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。前回塞いだ箇所が壊れていないか確認。ここ以外はもうメインの侵入口であったとことかも全部塞いで回ったんで、あと残ってるのがあそこの2つになるので、うん、屋根裏を確認する。ハクビシンいてるんですけど、はい、寝てるか死んでるかちょっと分かんないですよ。こんだけ音出てるのに全く動かないんで、うんうん、ハクビシンがいる場所まで近づくがピクリともしない。外敵から襲われたケースや普段出入りする侵入口を塞がれたパニックなどで死に至るケースもあるという。なんか突然に死んでしまってて音がするとかだけじゃなくて、何かが死んでるような匂いがするとか、ウジ虫が出てくるとか、うん、そういう依頼とかもいただくんで、うんうん、まあ、こういうパターンとかもよくありますね。調査こそさせてもらった時に2匹いてたので、もう片方が万が一端っこの方とかに今現在いてるとダメなので、しっかり今日はまた追い出しも細かくやっていこうと思ってます。
まあ、このまま放っておくとやっぱりウジ虫とかが発生するので一回撤去してあげて、あとはまあ断熱材とかも結構荒らされたりおしっことか多分ついてると思うんで、こういう撤去とかもした方がいいですね。死骸の撤去をする。触るのが嫌っていう方がほとんどなので、きちんと回収とあとは処分費用まで入れさせていただいてやることがほとんどですね。ハクビシンとかだと大体2万5000円ぐらいから撤去はさせていただきます。今日の7時、8時までガサガサガリガリやってたんで、なんか急に死んじゃったっていうのもちょっとなんかね、不思議な感じで、死んでてもそのハクビシンがいなくなったことに関してはほっとしてます。だね、生き物だからよく言えば生きたままね、話したかったけど。糞の撤去を行う。糞には雑菌も入っている可能性があるため消毒も行う。2回目の追い出しを行う。まあ、市販のものでも結構いろいろ対策の機器材とかは置いてるんですけど、天井裏とかにご自身で設置する際に鉢合わせた時とか結構危ないので、まずは害獣の専門業者さんにご相談いただくのが一番だと思います。可愛い顔はしてるんですけど、かなり凶暴な動物なので、全ての害獣がネズミとかであればその餌になるようなものを出しっぱなしにしないとか、やっぱりお客様自身のご協力ももちろん必要になってくるので、戸締まりとかを十分に気をつけていただいて、あとはもう僕らに任せていただけたら大丈夫です。2階は OK です。お家の広さとか、まあ、平米数とあとは被害状況によっても若干前後はするんですけど、大体の平均はしっかり対策工事するのであれば10万円から20万円ぐらいで対策の方はさせていただけます。今追い出しの作業をしているので、特にあの中で今いてるような気配がないので、もうこの後どんどん他に空いてる侵入口を全部塞がさせてもらおうかなと思います。ハクビシンは帰巣本能が強く戻ってくる可能性が高いという。その前に侵入口となりそうな箇所を全て塞いでいく。日も暮れてきた。害獣に壊されないようしっかりと固定するため、細かくチェックをしながら作業する。作業は暗くなるまで行われた。霧が悪かったらずっとこんな感じになります。中途半端に終わってしまって、ね、帰って害獣が入られたらもう最悪なんで。全ての工事が終了。最終チェックを行う。後日、
消臭、点検を経て作業はすべて終了。家主に聞くとハクビシンの被害は収まったという。